ちゃ。こんにちは。さあね、はい、2020パワプロ7月9日にリリースされて、どうしました？うなだれてますね。右側が右打ちやね。まあ守備はね、主にショート、サブ、はい、サブがセカンドで、呼吸も D。うるさいわ。まあ確かにそうだよ。そう、まあデータ上はね。で、まあデータ上って数字は嘘つかないからな。なんかちょっとすごい複雑な感じがするけど。ただじゃあ今そのパワプロで一体どういう選手たちがこういて、どのぐらいの能力を設定されているかっていうのをちょっと出してみたんで、見てみたいと思うんですけれども、まず先発投手の最強ランキング1位が菅野投手なんですよ。で2位が則本投手で、3位が有原投手。まあこれ現役だもんな。まあほぼみんな現役です。そうだったの。そうですそうです。で中継ぎの最強、中継ぎ投手の最強が1位大瀬良投手になってるんですよ。で2位、中継ぎ、そうです。で2位に山岡、オリックスの山岡投手で、3位にオリックス同じく山本投手、中継ぎ。それはランキングはどうなってる？いや、ランキングの最強の順位です。1位大瀬良、2位山岡、3位山本っていう中継ぎ投手としては最強のか。はい、なってます。で、抑えの最強は1位が山崎康晃投手、はい、で2位が松井裕樹投手、はい、で3位が森投手。まあまあ、これ数字を残してるからね。あ、そうですね。現役は分かりやすいよ。あ、まあそれはもうもちろんそう、もうその通りですよ。で、保守の最強ランキングって1位って誰だと思います？あいつは入ってないんですよ。え、甲斐、甲斐、あ、森じゃん。森選手3位、1位大好きな坂本ちょっと違うんだ。待って、あ、それキャッチャーキャッチャー、梅ちゃん。あ、梅ちゃん、いや梅ちゃんがいいよ。梅ちゃんが星野の最強ランキング1位なんです。おめでとうですよね。いや、いいんです、やっぱランキングも。で、2位が、2位が甲斐選手です。で、3位に森友哉選手、首位打者取ったよ。そう、まあ、キャッチャーとしてだろうな。そうです、キャッチャーとしてっていうところですよね。で、一塁手はロペスです。あ、守備があるな。はい。で、2位が中田翔選手。おで、3位がビシエド。ビシエドっぽいけどな、首位打者も取ってるし安定してるしな。これどういうことなんですかね。ミート率は B だし、弾道は3、まあ、弾道もっとあってもいいと思うんですけれどもね。え、何、え、ミートが何？ミートが B です。 B の71、自分だけ使う。高木豊さん。ああ、じゃあ俺も悪くないか、ミート。だ、ビシエド。ビシエドが B なの。そう、ビシエド B の71だ、豊さんは。俺は B の70。あ、ビシエドさん。まあまあ評価されてるかってな。そうです。ビシエド、首位打者取ってるからな。あ、じゃあいいじゃないですか。まあまあ、うん、はい。そうですよ。で、続いて、セカンドですね。セカンドの最強ランキングは1位は山田哲。そうです。はい、2位。2位、はい。セカンドって誰がいるの？いやいや、だって菊池です、広島の。そうです、そうです。で、3位が中村翔吾選手です、ロッテの。で、サード、うん、サードのランキングの1位は周平。違います、周平選手。あ、宮崎。マッチです。え、マッチが、マッチ団体。いや、マッチがっていうのは変だけど、変だ、変だ、はい。なんかちょっと最近っていうか、ここのとこ悪いもんね。まあ、ここ去年もね、まあ、ちょっと、まあ、ここあれですけど。で、2位がグラシアル。おで、3位が阿部選手、カープの。宮崎入ってない？入ってないです。へえ。で、次ショート、ショート坂本。あ、そうですね。2位は京田。そうです。で、3位は源田。そうです。もうここはもうね、ショートお得意のゾーンですもんね。で、外野手の最強ランキング、もう外野手はもう3位。もうギータ3位。ギータ3位なんですよ。そう、丸入ってません。入ってない、はい。あのね、ギータミート率 C なんですよ。 C の69で、守備がね、 D の52。あ、そう、うん、じゃあ俺まだいい方か。守備ギータよりいいですもん、 C の65だから。ミーはね、カープの野間選手なんですよ。野間出てないよ、はい、今いや、一応パワープロ上で、パワープロ上で1位が太田大志選手。調子めちゃくちゃ悪いよね。はい、まあでもデータを揃えた時に良かったんだろうね。まあ、そう、そういうことなんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。で、まあ、豊さんが、まあ、守備が、まあ、遊撃手で、サブポジションがセカンドになってるので、まあ、セカンドと
ショート、はい、まあ、あのパワープロでは山田哲人選手と坂本選手がランキング1位になってるんで、はいはい、ちょっとそこ掘り下げてみたいんですけど、はい、どっちからいきます、まあ、ショートから。そうですね、豊さん守備位置ショートになってますもんね。坂本選手の弾道は3なので、まあホームラン40本打つやつなんですよ。なので俺はまだ2でいい、2でいいですよね。でミートがね C なんですよ、坂本選手。坂本 C の60、駐車場取ってるね、はい、60? C の66、豊さんは70。じゃあもうこれ満足しなきゃいけないんだね。そんな、そうですよ、すいませんで、パワーは、パワーは坂本選手 A の81です。まあそれはしょうがないな、うん、これは俺は C で、うん、俺はしょうがない、しょうがない、はい、そうだ、総力坂本選手は B の74、 81 A の81、まあそうだよね、うん、盗塁の数が違うもんね。そうですよね、はい、で肩、はい、坂本選手は A の80です。ゆたさんは C の60これはちょっと俺下げすぎだと思うよ、俺はね。でも坂本の80っていうのは分かる、分かりますよね、分かる、はい、で守備力、坂本選手 C の69、豊さんは65、C の、あ、でもまあ似てる。いやでもね、それはやっぱりね、隼人の方がうまい守備は、俺よりは全然ね、はい、だからまあこれも納得しなきゃいけないよね。そうですね、で補給、はい、坂本選手 C の60、はい、豊さんは D の50、 D の1個下がると E、 E いや補給は俺変わらないと思うんだけどな。そんなに、うん、でもね、3位のランキング3位の源田選手は補給 A なんですよ、 A の81。いやあいつは前もで守備力 S の95、 S ですよ。あのね、ショートの中でこの S を持ってるのって、だからまあ総合だからな、源田選手でしょ。いやその順位付けは、はい、だから守備だけだったら源田はトップ、うん、ただミートとパワーは E なんですよ、下がっちゃうんですよ、ちょっと源田選手はね。そうだ、もうちょっと頑張らないとな。そうですね、はい、そんなところですけれども、で続いてセカンドです、はい、本当だったら井戸さんの本職ですよね、ここ、うん、山田哲人セカンドのデータで揃えてほしかったな。そうですね、あでもね、山田哲人選手補給はね D の57になってます。俺よりそれでも、うん、それでもなかなかですよ。しょうがないけどな、俺の印象ってどうなのかな、補給ボロボロやない2球に1球はなんかボロっとしてるみたいな、50だとさ、うん、だから見てなんか印象的には。そうですよ、見てるまたエラー、おお、ちょっと待ってよ、え、俺エラーは少なかった選手だった。補給見てください50、はいはい、じゃねえよ、ね、菊池選手ね、ランキング2位の菊池選手は補給 A の80です。まあいいですもんね、まあ確かに取りますもん。そうそうそう、だって守備は守備、守備 B の77、ユダさんは65、 C の65、だなぁ、だ守備範囲という意味ではあいつはすごいけどね、守備、そうですね、守備範囲という意味では。でミートは、ミートはその代わり E の47なんですよ。そうだな、なんでニヤッとする、いやいやいや総合的に考える、総合的にね考えると。で中村翔吾選手は、あ、でも補給 C の60、ユダさんやっぱちょっと低いんですね。守備 A の80だし、中村翔吾選手は A の80です。ユダさんは中村翔吾、うん、そうですよ、 C の65、うん、まあこれショートだからなちょっとセカンドも作ってほしいよ、セカンド、それも右投げ左打ちで、ちゃ右投げ右打ちでミートが B なんてありえないから本当にいやいや本当にこれ、じゃあ豊さん自分自己分析で、右投げ左打ちにしたらミートは何に変わります？いや最低でも俺 A に変わると思う。 A のいくつに？ A の例えば80ぐらいにはいきます。85ぐらい、85、うん、守備位置がセカンドになったら補給と守備どうなります？いや守備はまあ言えば A ぐらいにはいくと思うよ補給今 D ですけど、いやこれはもう B ぐらいでいい。あ、 A じゃなくていいんですか？いやいい、ああそう、もう一歩譲っていいけど、うん、C とか D とかっていうことはないと。そうですね、豊田さんのポロリはそんなイメージないですからね、あんまりお前がポロリって言うとなんか変だね、ポロリしちゃったっていう球を ね、まあ、はいはいはい、っていうのはあれですけれども、まあちょっとね、パワープロこういったちょっと内野手の分析見てみましたけど、いやこれなんかこう辿っていくと面白いね。いや掘り下げるとめちゃめちゃ面白い。いやだけどさ、はい、他の人と対してこう比べてみると、はい、意外と評価されてるなっていうの感じはするよね。あそうですね、単独で見ると、ね、あれって思いますけど、ちょっと謝っとかない、あそ謝ってください、すいませんでした